バドブラック、バドブラック、ハリー・ラルストン・バット・ブラック、1957年6月30日隊は、アメリカ合衆国、カリフォルニア州サン・マテオグンサン・マテオ出身のプロ、野球監督、元プロ野球選手、投手、左投げ左打。現役時代に100勝以上挙げた、投手出身の監督は、ボブ・レモン、通算207勝、ラリーダーカー。 通算139勝に次ぐ3人目である。南カリフォルニアで育ったブラックは、ワシントン州の在学中の1977年1月1時、ドラフト3巡目、全体61位で、サンフランシスコジャイアンツから指名されるが、契約はせず、さらに6月の2時、ドラフト2巡目、全体44位で、ニューヨークメッツから指名された時にも契約はしなかった。 故郷カリフォルニアのサンディエゴ州立大学編入後のの MLB ドラフト17巡目全体417位でシアトルマリナーズからで指名され入団プロとしてのキャリアをスタートさせるこの年は参加の A-9A 級で19試合に登板先発は2試合と中継ぎでの起用が主であったは A 級3のゼで32試合に登板この年も先発は5試合であった は AA 級ン、セーラーズで22試合に登板、先発、中継に、クローザーと様々な起用をされた。9月5日にセプテンバーコールアップでメジャーに初昇格するが、敗戦処理で2試合に登板しただけであった。3月2日、前年10月に行ったトレードの後日、交換選手としてカンザスシティロイヤルズに移籍する。開幕はメジャーで迎えたが、 敗戦処理で1イニング投げた後に、参加のトリプル A 級オマハロイヤルへ降格。しかし、そこで4試合に先発し、防御率2.483巻と、1巻風の好成績で4月18日に昇格。先発、中継ぎで22試合に登板した。和開幕当初はトリプル A 級オマハであったが、5月25日に、昇格後は先発ローテーションを守り初の2桁勝利を上げる。 自己最多となる17勝を挙げ、エースとして活躍、チームのアリーグ西地区優勝に貢献した。先発陣の中では、防御率、勝ち星、投球回、脱三振で、チーム1位であった。は15敗と負けが先行してしまったが、チームはアリーグ西地区連続優勝。リーグチャンピオンシップシリーズでは3試合に登板し、防御率1.69とトロントブルージェイズを完璧に、抑え、 チームは4勝3敗でリーグ優勝を果たす。セントルイスカージナルスとのワールドシリーズでは2試合に登板し、防御率5.06と結果は残せなかったが、チームは4勝3敗で勝利しの、球団創設以来初のワールドシリーズ制覇となった。は、開幕から先発で打ち込まれたことと、ダンクイゼンベリーの不調などもあり、中継ぎ抑えでの登板が主となった。は、先発。 中継ぎは中継ぎで投げていた。1988年6月3日にとのトレードで、クリーブランド・インディアンスに移籍する。インディアンス移籍後も先発、中継ぎで投げていたが、防御率は5点台と、低調な成績に終わった。は1985年以来、久々に1年間を先発で過ごし2桁勝利を挙げ、イニングもチームサイトと活躍した。 はシーズン終盤の9月16日に、トロントブルージェイズに3選手との交換で、トレードされる。チームは、ボストンレッドソックスを猛追していたが、2ゲーム差で、優勝を逃した。1990年のシーズン終了後は、FA となっていたが、11月9日に、サンフランシスコジャイアンツと4年総額1、0ドルで契約した。だが、 この契約には三十四歳という高齢や、それまでの通算成績が九年間で八十三勝八十二敗と、平凡なものであること、ずっとローテーションを守れてもいなかったことで、高額すぎるとの批判も多かった。批判を払拭するかのように、は二桁勝利を挙げ面目は保ったが、その後はからにかけての怪我に悩まされ、登板機会は激減した。四年契約を満了して、FA となった。 4月25日にインディアンスと契約する。ここでも調子は戻らず7月14日に引退した。とは、インディアンスの GM 特別補佐として働き、バインディアンス参加のトリプル A 級、バッファロー・バイソンズで投手コーチをしていた。11月24日にアナハイム・エンゼルスの投手コーチに就任。からメジャーでのコーチキャリアがスタートした。ジョン・ラッキー、アービン・サンタナ。 ジェレット、ウィーバー、ブレンダン・ド・ネリー、スコット・シールズ、フランシス・コ・ロドリゲスらを育て上げ、までの7年間で5回リーグ5位内に入り、2は、ワールドシリーズ制覇を成し遂げた、投手陣を育成した手腕は、大いに評価された。2006年オフには、オークランドアスレチックス、ジャイアンツ、サンディエゴ・パドレスの監督候補として、名が上がっていたが、11月8日に、 パドレスの6人の候補者の中から選ばれ監督に就任するとが発表された。サンディエゴ州立大時代のチーム名と殿堂入りの名選手でありパドレスの英雄でもあるトニーグウィもこの決定に歓迎するコメントを寄せた。監督1年目として迎えたのシーズンは最後まで混戦であったが最終的には首位のアリゾナダイヤモンドバックスと1.5ゲーム差の ナリーグ西地区3位でシーズンを終えた。しかし、チーム打率がリーグ16チーム中15位の251という頻打の中、チーム防御率は1位の3.70、前年防御率4点台と不審であったジェイク PB を復調させサイヤング賞を受賞させるなど、1年目としては合格点を与えられる結果を残した。 シーズンには一部では最下位に終わると予想していたが、投手陣と守備陣が大健闘し、久々の地区優勝もあると思われていたが終盤に、失速し、ジャイアンツに追い抜かれ2位に終わるも、最後まで守り抜く野球が評価され、この年の最優秀監督賞を受賞した。6月15日、成績不振を理由に、パドレスの監督を解任された。2015年10月28日、 2016年シーズンにより、ワシントン・ナショナルズの監督に就任することが発表されたが、契約面で合意に至らず、新監督にはダスティ・ベイカーが就任した。2016年11月7日、2017年シーズンにより、コロラド・ロッキーズの新監督に就任することが発表された。2017年シーズン、2010年を最後に、 勝率5割以上から遠ざかっていたロッキーズを勝率。537地区3位の成績で2009年以来8年振りのワイルドカードで球団史上4度目のポストシーズン進出に導く。現役時代は多彩な変化球で打者を翻弄する投球スタイルであった。少年たちが野球をプレイ中に怪我をしないための正しい投球法を教える活動にも参加している。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。